はいどうもボーダーです。今ですね八坂神社に来ております。で今日はですね3月3日の、月曜日ですね。で時刻は3時36分です。で今日も気温がね20度でかなり暑いです。で今日はですねあの丸山公園のねちょっと人出状況とねあとあの桜のちょっと状況を、見たいと思います。あとあの南禅寺もちょっと行こうかなと思っておりますね。時間があったらね。ではちょっと、行きましょう。ちょっとね丸山公園のね桜ちょっと気になりますね。ですね、ただもう桜がだいぶ枯れてますね。もう、うお結構外国の方多いですね。こうやって花見してる方が。下で桜だいぶあれやね、だいぶ枯れてるね。うわちょっとねもう緑色になってますね。草がねもうすごいな。多いな、もうこんな枯れてんだ。あ、こっちもだいぶ枯れてますね。でもね、人はね、やっぱめっちゃ多いですね、相変わらず。あ、向こうもあるね、ちょ、あっちも行こうかな。かい鯉がいます。めっちゃ鯉いる。だいぶ散ってますね。というかこの桜はまた変わった桜ですね。あ、ここは結構咲いてるね。まだち
あ、ここも出店やってたんですね。知らんかった。あ、見分けた人も。やめよくて。でもそれでも続くならもう。この辺も結構まだちょっとだけ魚残ってるとこもあるかな。おお、ここで寝転がってお花見いいですね。いいね、ここでなんかね、弁当とか食べてお花見とかね。めっちゃいいよ。これでね、桜がね、もっと咲いたらもっと最高やろうな。いやでもすごい人だな。おお、でもあれですね、弁当食べてる方もいますね。あー、いいね、ここでご飯食べたいね。ここ綺麗。テント張ってる人もいますね。いいね。だいぶね、桜散ってますけど、でもいいっすね、なんか雰囲気が。おー、なんかやってますね。一周回ってきましたね。この緑が綺麗、めっちゃ綺麗、緑が。すごい。Thank you.
すごい匂いが、美味しそうな匂いがめっちゃしますね。おー、めっちゃ綺麗な、まだ桜発見。おー、ここまだ綺麗。綺麗、ここが多分一番綺麗じゃないか。この桜が今日一綺麗ですね。あ、やっぱみんなそれ写真撮るわな。あ、ここのシアレ桜も緑になってきてますね。悲しい。南禅寺の方に行きましょう。あ、ごめん、南禅寺じゃなかったわ、知恩院や。すいません、間違ってた。普通に千代院のこと何禅寺何禅寺言ってましたわ。ここですね、このお寺ですね、千代院ですね。さあ、千代院の桜どうでしょうかね。あー、だいぶ枯れてますの。あ、そらそっか。とか、みたらし団子が気になる。めっちゃうまそう。めちゃくちゃうまそうやねんけど、普通に。あ、うまそう。
ちゃうまそう。あとここに焼き鳥もうまそう。よいしょ。だるい。だるい。よいしょ。だけ残ってるね、桜。外国人の方が多いね。見渡す限り8割ぐらい外国人かな。ちょっと上まで行こうか。よいしょ。このね、階段が結構あれしんどいっすよね。結構急な坂でいい運動になりますね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。めっちゃいい眺め。暑い。ちょほんと、人は少ないけどね。外国の方、本当にほぼ外国の方だ。よいしょ。
うん、このお香がねいいね。あー、お寺に来たって感じがする。あー、落ち着きますわこの匂いで。だいぶ桜もほんま散ったな。はい、では今日はねこの辺りで、動画終わろうかなと思います。まあ、丸山公園からね中央院まで歩いてきましたけれども、もう桜はねもうほぼねもう散ってきましたね、というかもうほぼ散ってましたね。で外国人の方はねほんま相変わらずすごい多いなと思いましたね。もう8割ぐらいの方が外国の方って感じでしたね。ということで今日は、この辺りで終わります。よろしければ皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたね、またお会いしましょう。またバイバーイ。